女性なら誰もが一度は憧れる引き締まった綺麗なくびれ、まあ、ニーズがあるからかインターネットにもくびれに効果的とするエクササイズとかストレッチ筋トレが紹介されているんですけど、中でも腹斜筋というこのお腹の横にある筋肉にフォーカスしたものが人気らしいです。ですがトレーナー目線で見ると中にはくびれに効果がない方法もいくつか紹介されているので、ちょっと注意が必要かなと思っています。で今回はくびれ作りに必要な筋トレについて説明していきたいと思います。綺麗なウエストライン手に入れたいなという人はぜひ参考にしてみてください。で結論から言うと、くびれを作るために腹斜筋、お腹の筋肉を鍛えることはお勧めしません。いくらお腹周りの筋肉を鍛えたところでお腹が細くなることもくびれができることもないんですよね。まあくびれ作りに筋トレが必要なのは間違いじゃないんですけど、そこで鍛えるべき筋肉はお腹ではないのでちょっと注意が必要です。でくびれ作りのために腹斜筋を鍛えることをお勧めしない理由を説明していく前に、くびれについて簡単に説明していきたいと思います。くびれとは他の部位に比べてウエストが細くなっている状態のことを指します。まあくびれがあればボディラインが綺麗に見えるので、 T シャツのようにシンプルなファッションでも様になるようになります。で僕がくびれ作りが目的で腹斜筋を鍛えることをお勧めしない理由は、お腹の筋肉を鍛えてもお腹の脂肪が燃焼されるわけじゃないからです。で実際に腹筋運動がお腹の脂肪燃焼に及ぼす影響について調べた研究では、6週間にわたって腹筋運動をしたとしてもお腹の脂肪は減ることがなかったとされています。まあ腹斜筋のようにこうウエストラインに沿った筋肉を鍛えるとなんとなくくびれそうな気がするっていう発想もわからなくはないんですけど、ただいくつかの研究によって部分痩せは難しいということがわかっているので、腹斜筋を鍛えてもお腹の脂肪が落ちることはなく、まあちょっとくびれを手に入れるのは難しいかなとは思います。で脂肪は部分的に落とすことは難しいんですけど、筋肉は部分的に発達させることができるんですよ。なので腹斜筋を必要に鍛えた場合、お腹周りの筋肉が成長して大きくなって、むしろくびれはなくなっていく方向に行きます。お腹の筋トレにウエストを細くする効果はなく、逆に太くなってくびれがなくなるリスクがある。これがくびれ作りが目的で腹斜筋を鍛えることをお勧めしない理由です。お腹を細くしたいのであれば、まずやるべきがお腹の筋トレではなく食事管理による減量なので、まずは食事内容を見直して体重を減らすようにしてみてください。でこんな形でお腹の筋肉を鍛えてもくびれが手に入らないと説明すると、じゃあくびれ作りに筋トレが必要ないんだっていう風に勘違いされてしまうんですが、そういうわけじゃないです。くびれ作りに筋トレが必要不可欠というのは本当です。ただ鍛える部位はお腹ではなくお尻です。冒頭でも述べたように、くびれとは他の部位に比べてウエストが細くなっている状態のことを指します。でここで言う他の部位っていうのは、お腹のすぐ隣の筋肉、背筋とお尻の筋肉なわけです。でさっきも言ったように筋トレは筋肉を部分的に成長させることができるので、お腹を鍛えずに背中とお尻の筋肉を鍛えていけば、どん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 ウエストとの差が大きくなってくびれが強調されるようになります。ただ背中の筋肉を鍛えると、たとえくびれてもちょっとガッチリしてしまうので、女性らしい体型からは少し遠のいてしまうかなというような印象です。なのでくびれを手に入れたい女性は背筋お腹はあまり鍛えず、とにかくお尻に特化した筋トレを始めることをお勧めします。でこんな感じで今回はくびれ作りに必要な筋トレについて解説してきました。一般的にくびれ作りに必要な筋トレは腹筋だと考えられているんですけど、それは誤解です。くびれが目的なのであれば、まず鍛えるべき筋肉はお尻で、それ以外の筋肉はむしろ鍛えない方がくびれが強調されるようになります。なので綺麗なくびれ、ウエストラインを手に入れたいなっていう人は、まずお尻を鍛えることから始めましょう。あと一応強調しておきますが、お腹を細くするためには食事管理による減量が必要なので、筋トレと並行して食事内容は必ず見直すようにしてください。この動画が役に立ったという人はグッドボタンを、今後配信予定のダイエット情報に興味があるという人はチャンネル登録お願いします。